午後2時半です。今私木陰にいるんですけれども、全身からこうじわっと汗がにじんでくるような暑さです。そしてこちら城山公園なんですが、暑さのせいでしょうか、人が少ないです。木陰にも人がいません。3日連続となる熱中症警戒アラートが発表された今日の県内、各地で朝から気温がぐんぐんと上がり、新居浜で 34.7 度、大洲で 34.4 度、松山で 32.9 度など、県内ほとんどの観測地点で30度を超える真夏日となりました。この暑さで新居浜市では80代の男性2人と30代の女性1人の合わせて3人が熱中症の症状を訴えるなど、チャンネル4の調べでは県内では今日午後4時までに合わせて9人が救急搬送されていて、このうち7人が高齢者となっています。どうですか？もう耐えられないですね。ちょっと膨らんでますけど、これは後ろにファンがついてる。あー、なるほど。先週から暑いの分かってたんで、今週はこういう空調服着てきたんで、今日は割とまだいいですけど、もうなかなかでこんだけ暑いとお客さんも人通りも少なくなってきてるんで、僕らも来ていただかないと商売的にはどうかと思うんですけど、もう命の危険があるんで出ない方がいいと思います。かき氷食べたくなった。暑いし、峠校とかも歩きなので、私今なので結構暑い、汗がめっちゃ暑い、日焼けが気になるそうです。そうです、毎日軽。県内にはおととい28日から熱中症の危険性が極めて高い気象条件になることが予測されるとして、熱中症警戒アラートが3日連続で発表されています。この警戒アラートは明日も継続されることが先ほど発表されました。気象庁と環境省ではこまめな水分補給に加え、昼夜を問わずエアコンを使用すること、また特に暑さに弱いお年寄りや子どものいる家庭では声を掛け合うなど、危険な暑さへの警戒、そして対策を求めています。